そうですね、ダンサースというプロジェクトは、まあ、ザさんが始められて一人でまず世界を旅するところから始まるんですけど、まあ、それが2006年から始まったことなんですけど、それをこう間近で見させていただいていて、で、まあ、一つの作品になった時にちょっとしたパーティーがあったりとかしたんですよね。そこからやっぱり宇佐さんのそのダンスに対する姿勢だったりとか、宇佐さんの考え方っていうのをこうなんだろう、すごく興味が湧いて、2013年の宇佐さんが日本を巡る旅っていうのがあって、まあ、僕の中でこう、まあ、半ば強引にというか、もうなんだろう、一人でもいいから行きますっていうので、こうマネージャーさんとかもいない状態で、とりあえず飛行機に飛び乗って宇佐さんがいる土地へ飛んだっていうのが、まあ、最初の僕のダンサースの旅の始まりだったんですけど、なんかその前にこうダンサースで舞台があったんですよね。やっぱりこの元となったのがダンサースとして の舞台で表現するっていう、ものだったんですけど、舞台に出てもらうキャストの中でパーティーを組んで、テーマソングを作っていくっていうのがスタートだったんです。そんな中でやっぱりその思いを音楽に乗せて届けていきたいっていうのがすごく強くなって、それでダンサースパーティーとして、そういうグループを作って音楽で伝えていこうっていうふうに思ったのがダンサースパーティーの始まりですね。まあ本当に哲也はこの舞台以外にもいろんなプロジェクトでダンサースに関わってくれてて、で思いも共有できてて、一緒にずっと踊ってきたメンバーだし、一緒にやりたいなとは思っていたんですけど、まあ、2回目の舞台の時に静香ちゃんドリームが参加してくれて、で静香ちゃんの歌をしっかりとこう聴いた時にすごく透明感があって、まあダンサースって本当にいろんな世界の色が入ってくるので、それをなんかこう自分のものにしてフィルターを通して表現できてできるようなボーカルがいたらいいなってずっと思ってたので、その時に静香ちゃんはすごくぴったりきて、一時期何が大事なのか、何をやりたかったのかっていうのがちょっと分からなくなった時期も正直あって、でもその時にその舞台と出会って、その舞台のテーマがチェンジズ、何かを変えていくっていう、あの舞台の大きなテーマがあった時に、自分自身も改めてこう何がやりたいのかっていうのとすごく向き合った時間 でその中で見つけたのが、やっぱり自分にとって歌っていうものはすごく大事なんだなっていうのを感じて、忘れかけてたものをもう一回思い出させてくれたりとかしたので、なんかその舞台だったりその時間っていうものが自分にとってすごい大きかったなっていうふうに思います。でその舞台を終えた後にも直接こう宇佐さんに、これからまあどんな形であれ自分自身はダンサースっていうプロジェクトに関わらさせていただきたいなって、あの素直に思ってますっていう言葉をあのお伝えさせていただいて、そこからこう宇佐さんがダンサースパーティーとして正式メンバーを決めて音楽の旅をしていきたいってなった時に、まあ、そういえばそういうことを言ってたなっていうのを覚えてくださっていて、まあ、それがきっかけで自分があのダンサースパーティーの正式メンバーとしてボーカルとしてこう一緒に活動させていただくことになったんですけど、気づけば1年経ってるっていう感じなんですけど、なんかこうより深く歌だったり伝えるっていうことに対してなんか向き合ってる時間になってるなと思います。あのダンサースパーティーのボーカルとして一番大切にしなきゃいけないことっていうのは、もしかしたら自分自身の芯というか、ボーカルとしてどういう存在であるのかっていう強い芯を持つことがすごく大事になってくるのかなと思っています。自分が感じてきたこととかって、歌にするとこうなるんだとか、まあやっぱりなんていうんですかね、代弁してくれるボーカリストとして静香ちゃん本当に大きいので、そこは本当に感謝してますね、うん、自分はダンサースっていうものにすごく共感して、ぜひこのプロジェクトの声になりたいという思いを
いろんな場面で伝えてくれたので、こう自分がダンサースプロジェクトのこうダンサースパーティーとしての声にならなきゃいけないという責任をやっぱり一人でこう背負ってくれてるところはやっぱりリスペクトしますし、そうですね、やっぱ一人で旅しているより二人三人の方が楽しいっていうのは確実にありますね。そして一人では体感できない、大人数でそれをやることによってつながりっていうのをまた確認できますし。